それでは1曲目聴いてください。桜雲。空に花びら舞ってキラキラと消えたあの日の という曲を聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当はね5人バージョンなんだけどね、ちょっと急遽4人バージョンになっちゃったので、フォーメーションが立ち位置がねそのままだったんですけれども、はい、ライブ来てほしいね。ね、本当ならね釣り師のセーナが真ん中にいて皆さんをこうピピピッと釣っていくんですよ。そう、いっぱい釣れるんだけどね。釣られに来てください皆さん。はい、はい、ということですね、次のコーナーでは私たちの、はい、ちょっと先ほども言っちゃったんですけれども個性を紹介していこうかなと思います。はい、ルナいける？個性？まだ、うん、話しちゃう？うん、そう、まあ、先ほども話したんですけども、まあ、5人はすごく一人一人個性があって、はい、ね、いろんな色があって、あ
そうそうそう、先ほど聞いていただいたラップなんですけども、はい、アイルが作詞をしております。はい、そうです。はい、こう見えて作詞もやっております。はい、こう見えてね。はい、と、先ほど言いましたね、私たち新人王として、あの新人王を狙うためにね、ちょっと頑張っていきたいなと思ってます。半年後には CD のリリースを して、その後にはワンワンワンのワンマンライブちょっとワンがワンが多いんですけど、ね、ワンマンライブをね、そう、ワンワンワンのワンマンライブ、はい、したいなと思ってます。目指してね、目標を目指してみんなで頑張っていこうね。はい、はい、頑張りましょう。ということで次は活動の告知を春菜。はい、あ、喋ります。食べれます。はい、皆さんよく聞いてね。の私たちワンワンワンは普段新宿と秋葉原にある、アイドルステージっていうところで毎日、ほぼ毎日ですね、1日に 2,3 回ライブをやったりしていて、すごくアットホームな環境でよりやすいと思いますので、ぜひ会いに来てみてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ね、ライブの後にも物販って言ってね、チェキ取れたりとか、お話ししてコミュニケーション取れたりという、そういう時間がありますのでね、いうの来て、はい、来てね、なんかこういろんな話ができたらなと思ってます。はい、はい、うん、なんだろう、結構、うん、アイドルステージっていう存在が謎で、そうだね、なかなか来づらいっていう方がね、結構多いんですけれども、うんうん、なんかね、なんて言ったらいいんだろうね、カフェに入ってくる感じ。そう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 、カフェ入るジュースを飲みながらライブが見れますよみたいな感じのスタンスで思っていただければいいかなと思うので、そうそう、本当に、あ、ちょっと今日たまたま新宿来たなみたいな、あ、じゃあ寄って帰ろっかなみたいなぐらいのラフな感じで来ていただいたらいいかなと思うので。そうだね、かなんか、あ、ちょっと今日仕事で失敗したから、ちょっと元気出したいなみたいな。いいね、いいね、そう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 、うん、私たちに癒されてね、帰るってい う、 うライブ見て元気を出していただければなと思います、うん、はい、ね、はい、はい、ではということで次の曲に行きたいんですけれども、はい、次の曲がちょっと振り付けがすごい激しいダンスで、うん、ちょっとここではできないので、はい、今回は歌だけで披露させていただこうかなと思います。はいはい、なので、そうだね、注目するポイントがね、ダンス歌詞かな、ね、歌詞もね、うん、いいよね、うん、歌詞に注目して聴いていただければなと思います。はい、では行きますかね。はい、それでは聴いてください。ループが止まらない、大好きだって伝えたいだけなのに、こんなに苦しくて狂いそう。
ダメだ。